イワリスは、ネズミもクリスカイワリス属に分類されるリスの一種。中国東部及び中央部の岩場に生息する。中華人民共和国甘粛省南部、寧夏省、河北省、遼寧省南部、山東省、四川省南西部、紀州省、厚生地湾族自治区、湖北省、安岐省東道町2 6 1 8ト、mm、ル。 お点二1 4 0 2ト、mm、ル、体重 260g。紐は、くすんだオリーブ色がかった灰色で、腹部は色が淡い。目の周りに単色の縁取りがあり、頬には黒っぽい斑点がある。同族の白筋割り巣に比べて色合いが淡く、側面の島がない。岩場に生息し、地下の空洞に巣を作る。数種類の種子や好みを食べ、頬袋で運び。 巣穴に貯蔵する。巣穴に貯蔵するのと同様に、身を土にも埋めるため、その過程で樹木の種子を分散させることになる。多くの一種や品のグルミにとっては重要な分散の仲介者である。ベルギーに移入された種と考えられていたが、近年の遺伝子解析によって、この移入種はイワリスではなく、クリハラリスであることが判明した。寿命は7から10年程度と言われている。 飼育個体で約17年生きた例がある。日本でもわずかにペットとして飼育されているが、ペットショップなどではハイロリスやユーラシアリス等と間違われて取り扱われている場合が多い。ありがとうございます。